今回はスパイファミリーのコラボガチャを引いていこうと思います。決戦の時が来た。持ち物チェック。OK です。みんな70連以上はできるね。で、今回来ていただくために用意したのは、とりあえず、アーニャと同じ声優の勇者ダイと、まあ、みゆきと同じ声優のヨルさんと、そして、ロイドの声優さんはモンストに初めてやってくるんで、無限列車の結核の少年の声優さんやってるから、まあ、ちょっと炭治郎。よしました。さあ、じゃあこれで、やっていこうと思います。いやー、こんなこともあろうかと。聖徳太子無視しといてよかったね。確率は。まあ、やっぱり 1.2.2.2. ラブライブと同じ感じね。で、多分、ピックアップというか、個別ピックアップというのは多分、いわゆる、あれは、そうね。なんか見てる限りは、これ、詳細見てる限りやってくんなさそうだから、まあ、1点狙いは、かなり、厳しいんじゃないんでしょうかってやつですね。うわ、なんか、即勝法に戻る障子とか、なんかすげー怖いこと書いてる。じゃあ、これで、頑張れます。で、去年のラブライブってどうだったっけと思って、ちょっと見直してきたんですけど、あ、これうわー、これが怖い。去年の炎上プチ炎上案件が、こういうモンスト特有の確定演出出た時は、スパイファミリーの、まあ、去年だとラブライブか。お来たんじゃない？ラブライブのコラボキャラが出るとは限らないと。おー、アーニョ来た。で、アルセーヌ出ました。だからこれで、あ、確定演出ってもしかして、今回直してくれたのかな？おー、ヨルさん。なんかそういえばこれ、なんだっけ、3キャラ並んでるのが、その家にいる時の絵柄を、なんか表してるみたいなの、ちょっとコメントであって、あ、確かに見てみるとそうだ、すげえって思いましたね。あ、もしかしてこれヨルさん出てくる？いや、ロイドでもいいよ。うわ。いや、いらね。で、はい。いやー、ちゃんと、これ、あれっすね。スパイファミリー楽しむために、一応原作はジャンプラで読んでたけど、アニメ、とりあえず5話まで見てきたね。ちょっと、なんか、アニメ見てないと、なんかちょっと、なんか全力でワクワクしてないみたいな。なんかそういうこと言われそうなんで、視聴者さんに。そうすると、私もない、視聴者もないるみたいな。はい。これやります。でも、どうなんだろう？一応、今のところは1分の1で、モンスト特有の確定演出出ても、ちゃんと出てくれるっていう感じね。で、止まって、お！うわ、クソダサい、ナイル。で、で、これでちゃんと止まってくれるか、鳥獣のキャラが出てくるか、あ！変わってねえ。いやー、これはノットエレガントですわ、マジで。いやー、これはちょっと、いや、ツイッターのトレンドに、なんか確定演出って入ってたからさ、いや、これは、ちょっと、スパイファミリーの確定演出すげえって言われてるのが、これについて文句めちゃくちゃ言われてるのか、ちょっとわかんないですね。で、こうして、じゃあ、みやみやみやみはい。お、ヨルさん、いいね。一番、やっぱいい感じなのはヨルさんね。やっぱり使ってみたんだけど、ワンパン動画だったしね。で、はい。アーニャのグッチョも結局なんて言うんだろう、あんなにたくさんあって。はい。おおー、これは音はくっそ、これをだけ音取れてねえやつなんだよな。一番古い端末だから。絶対何かボイスあったでしょ、今。はい。で、これが出てくると、ま、100% スパイファミリーよね。ああ、そうね。ヨルさんでテレビ見てると。一応去年は確か6月の時にやってて、確か5月にバサラ実装されてたから、あれだったんですよね。何だっけ。一応こういうラブライブとかの固有キャラ狙いながら、バサラも狙えるみたいな、新限定も狙えるよみたいな感じでちょっとお得だったんですけど、まあでも、はい。お、まあ、これは多分音聞いてる。私は聞こえてないけど、編集でちゃんと音出しとくわ。で、これで多分出てくれるかな。はい。オッケー。いや、でもヨルさん、やべ、ヨルさんだけめっちゃ出てくる。いや、ヨルさんは出てきて嬉しいけど、偏りすぎてもちょっと怖いんですよね。そしてメインは全員揃えたい。まあ、サブ機は最悪揃わなくてもいいや。はい。やぶねえ、こんなこともあろうかと、聖徳太子マジで一回も特玉以外引かなくてよかった。いや、コメントでも結構、いや、聖徳太子からのスパイファミリーは、なかなかに無理っすって、結構言われてたもんね。はい。お、ネオ！いや、ネオも割と出てくれて嬉しいからね。増えて損はないから。でもなんかツイッターとか見てると、その鳥獣に混ぜられるのは困るみたいなこと言ってる人いたけど、あれ、ちょっとなんでだろうね。私、ちょっとわかんないわ。普通にほら、すり抜けで、わけわかんないキャラ出るよりか、はい。なんか鳥獣のすり抜けで強いキャラ出てくれた方が、お！いや、でもこれ、結局あれなんだよね。スパイファミリー確定じゃないから、一概には喜べないんでしょ？これは？お！え？え？うわ、一番左だけクソダサいナイル。はい。まあ、あとはあれね、もし6月にやってたら、守護獣枠も、一応やろうと思ったらできたのかな？なんかその辺もコメント欄でなんか言われてたね。はい。さあ、これで、キュピレキュピレ。いやー、そろそろ、あれ、私、去年のシャーマンキングからもうそろそろ半年経つけど、まだ一度も動画で、
これ星玉のキュピン見せたことないですけど。うわ、なえる。マジしょんぼり。はい。で、今これで、ロイド3体、アーニャ1体、ヨルさん3体。まあ、アーニャは最悪艦隊作れなくても、まあいいけど、いやー、どうしよっかな、これ。いや、でもアーニャ艦隊、でも3体ぐらい欲しいな。いろいろと身の使い分けしたいし。いやー、頼む、ちょっと待って、この、コナンコラボから、ために貯めたこのオーブで。いや、なんとか、ノー課金でフィニッシュできると思ったのに。やべ、これ課金しないといけ、あ、いや、これはヨルさんかロイドじゃないですか。はい、おーし、とりあえずこれでヨルさん艦隊作りました。はい。これってボイス聞け？あ、ボイス聞けないね。で、あ、これでよし、メインは艦隊できました。あとは、ロイド1体出して、アーニャもうちょっと出てくれたら嬉しいかなっていう感じですね。はい。でも結局ネオ全然出ないですね。あれ、これで ?73 個と、73端末と、81端末だから290連できるっていう計算だから、え ?300 連近くほぼほぼしてて、オーブ1500個ぐらい使ってんのか。はい。うわ、昔のキャラクソダサいナイル。はい。はい。はい。お、アーニャ出てる。よし。いやでもメインばっか出ても困るんだよな。頼む、キュピリ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 、ええ。いや、ちょっと一回反応見たいな、あれ。確定演出の音を聞きたいんですよね。はい。さあ、これで、何が出てきてくれるか。正直もうメインはこれ完結したね。はい。うわ、うわ、ガチでなえる。いや、これはワクワクしないわ、もう。私がワクワクしないと視聴者さんもワクワクできないみたいなのちょっと言われるかもしれないしね。で、まあ、これあとメインで一回引いて、まあ、夜さんもう一体くらい持っとけると嬉しいかな。で、確定演出は出ないと。で、一応これで、はい。はい。はい。うわ、なえる。やべ、なえる以外の言葉はちょっと忘れちゃった。はい。落ちた。危ねえ、こんなこともあろうかと。1万円課金額用意しといてよかったね。さあ、これでもうちょっと続けられるね。で、はいはい。これも引きます。あとは、アーニャを、できればサブ機に1体欲しいな。で、あとロイド1体。おお！なんて言ったか聞こえねえし。くそ、なんでメインに出てきてくんねんって、頼む！アーニャ出てきた、アーニャ！アーニャ出てきた！いや、いらん！いらん！おお！あ、ヨルさん、ヨルさん3体目こっちに勝てるしでも困るんだよな。よし、これで、とりあえず、ちょっとグッチョブもね、メインはもうこれで引かなくていいから。あー、そうね、これメインで引いても、うわ、すごい、なんかめっちゃ出てるし。はい。あとはサブ機で、あとアーニャ、まあ、1、2体欲しいかな。だから、小作りしなきゃいけないね。で、はい。まあ、婚活終了。あとは小作りのみ。はい。まあ、あとはあれだな。メインの1と2が、よくよく考えたら、これ私今、あれでしょ？え？今これで、一応これらの端末、ほら、メインはすげえ今回いい引きしてるけど、サブ機ってもうそろそろ、それぞれ500個ぐらい使ってるけど、全然出てないってことよね。うわ、これ、ちょっとなんかあんまりおすすめできないな、なんか。ピックアップがないからね、個別の。ああ、じゃあ、これ、頼む、アーニャ、小作りして、小作り、よし、OK、小作りできた。で、そしたらもうこれで、ロイドも出たし、はいはい、おまけも完成。で、星玉。あ、ああ、そっか、これあったのか、すいません。はい。これだけ、あんまり、オフす習慣がないからごめんなさいね。で、そうすると、あとは、はい！よし！あ、もうこれ完璧じゃない？この状況完璧じゃないですか？ヨルさんいて、まあ、ロイドは、そうね、4体いて、アーニャは、まあ、あとこれすっからかんになるまで引くか。そしたら、はい。多分、もうしばらく限定来ないでしょ？なんか、6月1日に、水曜日にモンストニュース動いて、なんか新イベの発表が、若干怖いけど、多分新イベでしょ。まさここでアルファやってきたら、あ！アルファやってきたら、いやーもう炎上可否でしょ、これは。はい。はい。はい！で、あとは、そしてこれで、あとこれ引いた方がいいかな。で、アーニャ出たら、まあいいかなって感じですね。はい。結局どうなんだろう、なんか確定演出出てきてもすげー高確率で、なんかスパイファミリーのキャラ出てきたけど、たまに出ないことあったから、なんか、8割9、割り方、なんか、来てくれるみたいな感じで。いやー、ヨルさん当たりだけど、いや、どうしよう、アーニャ3体でいいかな。まあ、アーニャ艦隊で、
や合格。